サバ市シ図書館は、福井県サバ市シの公共図書館である。1979年に、長泉寺町に開館し、1997年に、水落ち町のサバ市シ文化の館に移転した。2014年には、知的資源イニシアティブが主催する、ライブラリー・オブ・ザ・イヤー2014で優秀賞を受賞した。近松門左衛門コーナーと、 郷土資料コーナー郷土資料は2016年時点で約1万7000冊を所蔵している。江戸時代の浄瑠璃、歌舞伎作者である近松門左衛門は越前国出身であり、2歳から15歳頃までを吉江藩で過ごした。郷土資料コーナー手前には近松の著作、伝記、研究所、浄瑠璃の関係書などを集めた近松門左衛門コーナーがあり、 2016年時点で約290冊を所蔵している。ビジネス支援コーナーには2016年時点で図書約1900冊、DVD148 点を所蔵している。サバイの地場産業であるメガネの特設コーナーもあり、関係する書籍やパンフレットを収集している。1993年8月には川和田公民館内に地域ボランティアが運営する。 川田文庫が設置された。2006年6月には、朝の読書運動用の図書を学校図書館に配送する、しかも文庫の運用を開始した。小学校低学年用は1セットあたり100冊、中学年用は80冊、高学年用は100冊、中学校用は200冊を用意し、申請を行った学校に1学期につき1セットを貸し出している。 これによって各学校は図書の購入費を抑えながら多種類の図書を児童生徒に提供できるようになった。2010年4月には河田文子が子どもの読書活動優秀実践団体に選ばれて文部科学大臣賞を受賞した。2010年度と2011年度には緊急雇用創出事業を活用し学校2校あたり1人の学校図書館支援員を配置した。 2011年4月には住民生活に光を降り注ぐ交付金を活用して学校図書館支援センターを設置。学校図書館の利用方法の説明、調べ学習に使える本の紹介と貸し出し、新刊の登録やラベル貼り、特設展示や飾り付けなどの学校図書館支援を行っている。これらの施策の結果、2009年度の小学校への 図書化し出し冊数は87,278冊だったが、2011年度には、小学校への図書化し出し冊数が183,855冊と、飛躍的に増加した。2013年4月には、サバエ市図書館が、子どもの読書活動優秀実践図書館に選ばれて、文部科学大臣賞を受賞した。2013年10月の、第15回図書館総合展では、 マキノ百南鯖江市長が市長が語る地方行政の現状と図書館への期待で図書館の取り組みを紹介した。鯖江ライブラリーカフェの案内欧米で1990年代に始まったサイエンスカフェをモデルとし2005年2月には鯖江ライブラリーカフェの取り組みを開始した。鯖江市図書館と鯖江図書館ともの会が共同で企画しており、 様々な分野の専門家を招いて、講演や交流を行っている。地元在住の先進、伝統技術の専門家、郷土史や医師などが講師となり、毎回50人ほどの参加者がある。2013年6月22日には100回目を開催したが、1回目以降の9年間で開催しなかった月はないという。10月には、サバエ、ライブラリーカフェ100回記念誌を観光。 2014年に開催された第100回全国図書館大会では、サバ図書館ともの会が日本図書館協会から感謝状を授与された。2015年にはサバ図書館ともの会がサバ市民文化賞を受賞した。サバ市は市を挙げて IT のちづくりを推進しており、公共情報のオープンデータ化に取り組んでいる。 この取り組みの中で2014年7月には、サバ市役所 JK 課が考案した図書館空席情報アプリ、サボタの運用を開始した。サボタは、個人用机の空席状況の案内、本の検索、本が返却可能な施設の案内などの機能を有している。図書館の蔵書検索サイトを運営するカーリルは、屋内位置情報を活用した図書館サービスの導入に取り組んでいる。 2014年9月のコード4リブジャパンカンファレンス2014の際には、カーリルが提供した i イビキンを図書館内に試験的に設置した。2016年1月6日には、全国の公共図書館として、初めてスマートフォン用の館内案内アプリ、サバトマップの運用を開始した。サバトマップは、分類別に並んでいない本人も対応している。 1976年には、福井市の福井市立図書館が新館に移転し、福井県で初めて市民に本格的に開かれた図書館が開館した。翌年には、鶴ヶ市立図書館と竹尾市立図書館が改築されており、鯖江市図書館はこの流れの中で誕生している。1979年6月、西山公園北側の国道417号沿いに、 増書数約3万冊で、サバ市図書館が開館した。鉄筋コンクリート2階建てであり、延べ床面積は1637.74平方メートル。工事費は1億9200万円。1階は会議室、市長閣室、書庫、移動図書館室など、2階は、学生閲覧室、一般閲覧室、児童閲覧室、特別閲覧室、一般開花室など。 オープンスペースを広く、最高を十分にとっていることが特徴である。福井市、竹雄市、小浜市、鶴ヶ市に次いで、福井県で5番目に開館した、市立図書館だった。福井県内にある市立図書館五館と、町立図書館五館は、福井県市町立図書館連絡協議会を設立し、運営能力の向上や、職員の研算に取り組んだ。1980年には、 第12回中部建築賞を受賞した。1988年5月にはサバエ図書館ともの会が発足した。1989年4月にはサバエ市、竹吉、今立町の西一町で広域貸し出しサービスを開始した。1995年4月から5月にはコンピュータの導入に伴って休館した。1996年3月には サバ市シ文化の館の概要が発表され、1997年10月1日に建物が竣工した。新館への移転に伴って9月11日から12月5日の間は休館した。1999年4月には、サバ市シ市民交流センター設置及び管理に関する条例が制定され、1997年まで図書館として使用された建物が、 サバ市市民活動交流センターとなった。一般閲覧室と新着図書コーナーメガネ図書コーナー1997年12月6日、サバ市図書館を各とするサバ市文化の館が開館した。図書館、市長覚ライブラリー、映像情報館の3つの機能を持った複合施設である。開館時の蔵書数は約16万冊である。2000年には、 試験的に夏休みと11月に全日会館を実施した。2001年10月にはインターネット用パソコンを設置し、11月には第3日曜日会館と祝日会館を開始した。2002年4月には持ち込みパソコン優先席を設置して持ち込みパソコン用のネット環境も整備した。2003年2月には福井県内で初めて、 u パックによる図書返却サービスを開始した。郵送料は通常の u パックと同じであり、バスを乗り継いで図書館にやってくる利用者の利便性向上を目的としている。同年6月には NPO 法人による対応で月曜日も開館とし、2005年4月からは直営で月曜日開館を継続、定期的な休館日は月1日の館内整理日だけとなった。 2003年10月には、図書のネット予約サービスを開始した。2004年11月には、ブックスタート事業を開始したが、2006年3月で、事業を終了している。2006年6月には、ビジネス支援コーナーを設置。2007年9月には、夢未来館、サバへの定期貸し出しを開始した。2012年10月には、福井県内で初めてクラウド型図書館。 情報システムを導入。図書館側の利点には災害時の情報破損やウイルス感染の危険性の軽減、設備投資にかかる経費の低減などがあり、利用者側の利点には携帯電話からの予約が可能になるなどがある。2013年11月には市民ホールと公民館の計4箇所に返却ポストを設置した。2014年11月7日の 第16回図書館総合展では、ライブラリーオブザイヤー2014の最終選考会が行われ、サバ市図書館は優秀賞を受賞した。市民団体と協力したサバライブラリーカフェの取り組みや、サバ市 JK 家と協力したオープンデータ化の取り組みなどの先駆性が評価された。同年の対象は、京都府立総合資料館である。2016年3月には、 福井県内の公共図書館として、初めて視覚障害者情報総合ネットワーク、サピエに加入。音声資料約5万タイトルが、パソコンでダウンロード可能となり、約16万タイトルの展示資料をリクエストすることも、できる。これに合わせて、拡大読書機を導入し、さらに展示図書、音声図書の貸し出しサービスを開始した。1階の新聞、雑誌、 CD コーナー2階の児童閲覧室鯖江市図書館を中心とする複合施設である鯖江市文化の館は鯖江市の中心部から車で約5分ほどのところにある。文化の館の北側には半円形の広場があり、広場を挟んだ北側にも公共施設が建設される予定だったが、財政難のために見送りとなった。このため、雪の多い霊北地方にありながら、 文化の館の入り口は北側を向いている。共同組合福井店建築設計管理協会が文化の館の設計を担当した。北側は眼光したガラス面となっており、入り口を入るとゆったりとした空間が広がっている。1階には、一般閲覧室、新聞、雑誌、CD コーナー、参考図書、郷土資料コーナー、大型本コーナー、対面朗読室などがあり。 12畳の畳敷きスペースもある。メインカウンターにはレファレンスカウンターが設けられている。一般閲覧室には間接照明を備えた重厚な書架を採用しており、通路幅は広く取られている。新聞、雑誌、CD コーナーは大円型をしており、天井面や重機にも局面を多用している。一般閲覧室は約十五万冊収容であり、日本で初めて、 免震書化が導入された。2階には、児童閲覧室、ビデオコーナー、ラン研修室、視聴覚ライブラリー、多目的ホールなどがあり、母子室や幼児用,用トイレが設置されている。施設内には、飲食可能な休憩コーナー、喫煙室、ロッカー室が設置された。地下の閉下書庫には、休館の書化が用いられている。文化の館は、 照明学会普及賞を受賞している。2015年1月には1200万円の整備費をかけて JR 北陸本線サバ駅2階に図書館やカフェの機能を持つ施設、駅ライブラリーテトテが開設された。テトテはサバ市図書館の分室扱いであり、蔵書役選択の貸し出しや返却、検索などを行うことができる。 図書館部分に飲食物を持ち込むことはできない。二つの NPO 法人からなる共同事業体が運営を担っており、障害者らもスタッフとして働いている。ありがとうございます。